どうも、キューティクでかい今度です。おしゃした。あばし。スイスイ。夏の香りがするんだよ。というわけでですね、今回まずはビデオ、豚箱シリーズでございます。むしゃ。というわけでですね、刑務所に入った経験がない、ミスター関を呼んでいます。先生、いや、ミスター関、ジャケットを忘れた。私服じゃねえか、今回の豚箱シリーズは、犯罪を犯すと漏れなく刑務所に収監されるんだけれども、世界にはあまりにも快適な刑務所が存在するのね。というわけですね、今回その世界の快適な刑務所について触れていきたいと思います。まあ我々日本人がイメージする刑務所っていうと、まああの狭い独房に入れられて、まあ監視員やボスとかにまあひどい集中を受けて、まあみすぼらしい食事を食べるっていうのがイメージだよね。苦しいよな。経験者かお前。ただ海外にはそんなネガティブな要素を全て一掃してしまうような刑務所が存在するのね。まず一つ目がノルウェーに存在するバストイ刑務所ってところがあるのね。このノルウェーのオスロ南方に位置するこのバストイ島ってところにあるまあ刑務所なんだけども、あのここでは世界初の環境に優しい刑務所なのね。で、囚人は木造の小屋に住み農作業に勤しむらしいのよ。こうやっておとなしく捕まってるぞね。で、本当にもうこの刑務所はもうまさに天国のような場所で、今日なんでお前サタンみたいな。もう本当に自由時間には乗馬とか釣り、テニスとかクロスカントリー、スキーとかのまあアクティビティが楽しめるらしいのよ。で、ここで刑期を終えた囚人の再犯率っていうのはおよそ 16% で、ヨーロッパの一般的な再犯率は 70% であるっていうふうに考えると、大幅に再犯率を下げている最高の刑務所なのよ。あ、じゃあもう二度と入りたくないってなるんだね。俺は入りてえの。もう一つがスウェーデンにあるソルレツナ刑務所ってところがあるのね。このスウェーデンのソルレツナ刑務所では受刑者がフル装備のジムを利用することができるのね。ジムで体鍛えて監視をこっから食べてるでしょ。お前死刑だ。で、これまた受刑者はあの自らの体型を維持するために自分の食事を自分で作ることも可能だし、ソファーに座ってテレビを見ることも可能なのね。で、近年のスウェーデンでは受刑者の減少によって刑務所の閉鎖が続いているらしいのね。で、それを国はどう思ったのか分かんないけども、まああらゆる方法を使ってあの刑務所を快適にすることで受刑者を増やしてる可能性もあるらしいのよ。甘やかしすぎだと思う。お前は母に謝かされたな。もう一つはノルウェーのハルデン刑務所ね。まあこれはまたノルウェーなんだけども、あの2010年に建造されたあの252人を収容する世界一人道的であるって言われてる刑務所なんで、で、ここの刑務所の独居房にはあのテレビや冷蔵庫、格子のない窓とかデザイン家具すら装備されてるんだよ。で、そもそもノルウェーのあの警察自体があの銃は無用な脅迫と社会的距離を生み出すってことで、ここの監視は武器を持ってないのよ。で、もう刑務所での時間のほとんどが社会復帰のために当てられてて、受刑者はあの出所後にまあ生産的な活動ができるように、あの自分の成長のための様々な機会がここでは与えられてるらしいよね。一回入れ。もう一つはスペインにあるアランフェス刑務所ってところがあるのね。このアランフェス刑務所では家族揃って過ごせる世界で唯一の育児室付き刑務所なのよ。この刑務所では子供が3歳になるまで官房で家族が一緒に住むことを許しているらしいのよ。何もしてない家族が収監されちゃってで、その子供にはおもちゃなど あの遊ぶものも十分提供されてて、家族と良い関係を築けるらしいの。手錠とかでしょ。将来刑事さんだろ。もう一つがメキシコに存在するセレッソ・チェトゥマル刑務所ってところが存在するんですね。ここではなんと刑務所内で囚人間の間でいざこざとか暴力行為があった場合はそれは多めに見られるらしいので、ね、で、その暴力行為の原因を解決させるためにこの刑務所ではその囚人たちをリングに上がらせてボクシングで解決させられるらしいんで、じゃんけんでいいだろ。じゃあもう刑務所いらないだろ。で、その他にもあの芸術作品を生み出すことをあの推奨したりとか、作品を旅行者に売る機会を与えたりもしてるらしくて、刑務所内には夫婦ホテルって呼ばれてるエリアがあって、家族一緒に過ごせる専用の空間も用意されてるらしい。お世話になります。里親探すのかお前。まあそれと同時にね、薬の売買もできるからね。渋滞しすぎだよ。